新直轄方式。新直轄方式は、高速自動車国道の建設において、高速道路会社によらない国と地方自治体の負担による新たな直轄事業のこと。一般国道と同様に、国土交通省地方整備局が整備し、完成後は無料開放される。そのため、整備効果を上げやすく、並行する未改良の一般国道のバイパス整備の 大体とされることも多い。高速道路会社による道路整備の保管措置として、国と都道府県が建設、管理費用を分担して行う方式である。基本的に、料金収入により整備、管理費が補えない、採算性に乏しい路線、区間など、高速道路会社による整備、管理が難しい路線、区間が多いが、北海道横断自動車道駆路線のように、 需要が見込め国の方針でも、従来通りの建設整備であった路線が、整備を促すという目的で、住民運動によって、進捗活を選択した路線もあるため、一概に需要が低いとは言い切れない。費用の分担比率は、となっている。これは、都道府県の財政負担を伴うことから、積極的な整備促進を促す目的と同時に、採算性が乏しい路線を、 地元自治体が見直すことを促すという二つの側面が重要視されている。従来の中央集権的な対応とは異なる方式である。新直轄の意味はこれまでにあった税金、国と都道府県の建設費負担は2対1、または追加で東日本、中日本、西日本の各高速道路会社から建設費を投入されて道路建設される方式の 高速自動車国道に並行する一般国道自動車専用道路に対する新たな直轄事業という意味である。しかし、2007年、平成19年9月22日に放送された、ウェイクアップ。プラス、日本テレビ、読売テレビ系によると、地元自治体負担分がそのまま地方交付税の形で、国から実質的に戻されていることが多く、これでは国が、 全額負担していることとなんだ変わらない、形を変えた地方へのばらまきだとの批判も出ている。新直轄方式による、もう一つのメリットとして、料金収受機能が不必要になったことによる、人件費の大幅削減と、料金所などの施設運営が不要になったことによる、インターチェンジの簡略化が挙げられる。特に後者については、IC 設営が従来に比べて、 非常に簡素で手軽になり、また IC 建設に伴う土地の取得面積も抑えられる。新直轄区間として開通した高速道路区間の特徴としては IC 間の距離が従来の NEXCO 有料区間のそれに比べて大幅に短距離であること従来は8から 20km 程度が普通だったが新直轄区間では平均して3から 4km 程度を IC 上に 料金書などの設備が不要になったことから、ダイヤモンド型や簡易 Y 字型などの簡素な設計の IC が多いことが挙げられる。インターチェンジ間以下の背景については、流出、流入者を一箇所にまとめる必要性がなくなったため、従来多かったトランペット型、これは増営の際に広範な土地を必要とするの IC の必要性、なくなりつつあることや、 従来は建設が終わるとなくすか閉鎖していた建設車両の出入り口となる取付道路をそのまま残存させ簡易 IC のランプウェイに転火させるなどの事象が挙げられる。また、インターチェンジの間隔が短距離になったことから IC の名称も従来に比べかなり地域的なものになり地元周辺住民でなければ認知しないような地名など 従来の遠隔地移動を目的とした高速道路から地元住民の短距離の足としての用途転換を伺うことができる。通常の高速道路では、おおむね 15km、北海道では 25km ごとにパーキングエリア、おおむね 50km、北海道では 80km ごとにサービスエリアが設置されるが、新直轄方式では区間内のインターチェンジで、 入出場しても料金が変わらない。新直轄方式区間内あれば無料ことから設置が省略される。当初は設置予定であっても、新直轄方式への転換により計が白紙になる。ただし新直轄区間が長距離になる場合は、代替施設として新直轄方式内のインターチェンジに隣接する形で同の駅が整備される。新直轄方式での共用により、有料区間と、 無料区間が同一道路において混在することから、2008年、平成20年6月30日交付、同年8月1日施行の道路標識、区画線及び道路表示に関する命令の一部を改正する命令により、入り口の方向及び入り口の予告の各標識に無料区間及び有料区間を数のように表示できるようになった。2001年、 平成13年の第一次、小泉内閣発足後に始められた、いわゆる道路交段民営化の議論が推し進められる中で、2002年、平成14年12月16日付の民営化推進委員会意見書において、新会社の採算を超える部分については、その財源を国及び地方公共団体が負担することを求め、高速自動車国道や都市高速道路の建設において、 合併施行方式による建設など、国、地方公共団体などの費用負担を前提にした新たな制度を政府において、早急に検討することを提言。また、同年12月12日付の政府、与党申し合わせにおいて、新会社による整備の補完措置として、必要な高速道路を整備するため、国と地方の費用負担を国3、地方1とし、 できる限り少ない財政負担で高速道路ネットワークを整備する観点から当時の予算で約3兆円を目安とし今後の交通需要、金利動向等を踏まえ必要に応じ見直すものとし対象とする路線は料金収入により管理費が賄えない路線など新会社による整備、管理が難しいと見込まれる区間とすることが決められた。これらの提案を受けて 同年の通常国会において新直轄方式による高速国道整備に関する法律改正が制定され2003年平成15年5月12日に改正法が施行された新直轄方式は道路交段民営化に関連して初めて取られた手法であるため第1回国間会議での対象区間ではすでに旧来の方法で策定済みの計画を 事業主体など基本計画に立ち返って切り替えという形を取った。基本となる考え方は高速自動車国道の評価手法に基づき必要性を厳格に検証して評価結果を公表するとともに関係都道府県から整備方式、新直轄方式あるいは有料道路方式に関する用を聴取した結果を踏まえて 国土交通省にて原案を作成し、国間会議での議会を経て、新直轄方式に切り替わる区間を選定するという手法が取られている。2004年1月30日付で、以下の27区間につき整備計画が変更、並びに、うち20区間については公団への施行命令が撤回し、2006年2月28日付でさらに7区間の整備計画が変更された。 太字は気教用区間、車体は一部共用区間。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。